今日久しぶりにぷよぷよしようかな。後でやってない、最近やってないけど久しぶりに。よいしょよいしょ、あるかな充電。うん、OKOK、 後でしよう。昼バト今終わったけど、終わったけど、うわけど4連勝。え、すごくない？でも4連勝はすごいよ。やってくれて嬉しいです、ありがとうございます。頑張りましょう。8位と嬉しい。3位を目指して頑張りましょう。私もしたんだけどな、配信中。なぜかこっちだとなんかダウンロードできなくて、こっち配信してる端末ではね、ダウンロードで普通にできてるんだけど、こっちではなぜかできないので。両方の端末でダウンロードしないといけないみたいな、こう別々みたいな感じっぽくて。何買った、何買った、どういうこと。何も買ってないよ、今日は家から出てないです。家から出てません。傘、なんだっけ、レインボーパラソルみたいな感じだったよね、名前。ありがとう、パラソル、パラソル、ありがとうございます。部屋からも、嘘、部屋からは出てる、部屋から、家から出てない、部屋からはさすがに出ないと。何も食べれない、ここの部屋から出ないと。ぷよぷよってオンラインだ。ぷよぷよはあるけど、オンライン、あ、なんかインターネットので対戦するやつでしょ。けどなんか加入しないといけなくて、なんかそう会員みたいなやつに、だから私はしてないので、そういうのソフト持ってる同士とかじゃないと通信できない、はい。あとはそのスイッチでみんなでやるとか、その普通のスイッチライトじゃなくてさ、私は全然一人でいいんですけど。したい時は弟と妹の共用のスイッチが、その普通のスイッチだから、スイッチであれば4人でできる。ドスギルドメンバー募集中って。募集中らしいです、皆さんぜひ。ここで募集するの面白い、ここで募集中ですみたいな、ぜひ。任天堂ね、うん、入ってない、別にいいかなと思って入ってないです。虹だ、目にかかっちゃったから。またランダムだから結果当たんなかった。あ、そっか、ランダムなのか、そっか、当たるといいね。ぜひ、私の神推し、私推し、神推しじゃないか、私推しのギルドに入ってゲームしてくれると嬉しいです。ぜひお願いします。後半戦が始まるのでね、もう始まったのかな。頑張りましょう、後半戦も。アバターも、そう、アバターね、もらえ、ちょっと待ってね、詳細見て、あつかちゃんの撮りました。あ、本当だ、ハツノだ、名前書いてる。そう、なんかね、ランダムでメンバーの名前入りのアバターが当たるんですよね。どこだっけな、
画面が暗くて、ちょっと待って、うん、各グループのルームにて無料の星アイテムを含む500ポイントを投げるごとに所属メンバーの名前入りアバターをランダムでゲット。だから私のルームでその500ポイント分のをアイテムを投げてくださったら、その AKB48 メンバーの名前の入ったアバターがランダムで一つ獲得できます。そう、メンバーはねランダムなんですけど、AKB48のメンバーの誰かが出るってこと。そう、私が出るかはもう運ですね。運次第。そうらしいです。あ、すごい、私の持ってる靴いる。すごい。持ってる、持ってる、なんていうか、アバターにしてくれてる方いる。今回のさ、そのやつすごいね。だって結構メンバーいるのにね、すごい。当たる人は強運。じゃあもう当たった方はもう本当にすごいってことね。めちゃめちゃ運がいいってこと。強運ってなかなか出ないって。みんな出たらいいのに。私のアバタースタバオイトのワクワクカボスシトラサッチャフラペチーノ早く。あ、ねえ見たね、各都道府県のやつどこだっけ、なんかね、美味しそうなのあったんだよね。めっちゃいいじゃんと思ったんだけどね、今日見てどこの県だったか忘れちゃった。調べてみよう。どこだっけな、秋田だっけな、そう、中区ね、各県のやつなんですけど、あー沖縄も美味しそう。沖縄カリカリーチンスコーバニラキャラメルフラペチーノ、え、もう絶対美味しい。そう、でもそのね、各都道府県です。え、だからいいな、沖縄飲みたい、沖縄行きたい。何、どこだっけな、うん、違う、あ、これ秋田の、秋田だ、塩キャラメルフラペチーノ、甘じょっぺ塩キャラメルフラペチーノ、これがめっちゃなんか美味しそう。秋田絶対美味しいじゃん、塩キャラメルって絶対美味しい。ちょっと待って、関東関東、あーでも茨城のも美味しそう。メロン、メロン、イガッペクリーミーフラペチーノ、ちょ今名前でしか見てないんだけど、あ、待って、美味しそう、おいしそう、色もかわいい、なんか。おいしそうだな。え、千葉のもおいしそう、みたらし、みたらしコーヒークリームフラペチーノ、おいしそう。みたらし団子好きなのだから絶対好きだし。これ東京のもおいしそうだよね、東京オリジン
コーヒーゼリーキャラメルフラペチーノ、あ、キャラメルいい、キャラメルいいね、好き、キャラメル。えね、どこも美味しそう、どこも美味しそう。山梨のテテって何、わかんない、ぶどうホワイトチョコレートクリームフラペチーノ、え、これめっちゃ美味しそう。ぶどうホワイトチョ、え、美味しそう、ぶどうホワイトチョコレートクリームフラペチーノ、かわいい、なんか見た目も美味しそう。柿の種チョコレートフラペチーノ、ちょっと待って見てみよう、どんなのだ、柿の種って、面白そう。これはね、新潟のとこ、うん、なんか長野も美味しそう。まろやかリンゴバターキャラメルフラペチーノ、リンゴ好きリンゴバターって美味しそう。キャラメルに惹かれるのかな、キャラメル好き、なんかキャラメル多めだね、選ぶの。リンゴバターキャラメルフラペチーノ美味しそう。次、関西、何がいいか、なんか全部美味しそう。はんなりきなこじゃない、抹茶きなこフラペチーノ、美味しそう。あ、兵庫も絶対美味しい、これ大人のバリチョコハイトクリーミーフラペチーノ、美味しそう。美味しそう、なんかどれもいいな、美味しそう。ほうじ茶ホワイトチョコレートフラペチーノ、美味しそう。待ってよ、全部美味しそうなんだけど。中国、四国、四国地方のは詳細、なんか美味しそう。なんかやっぱキャラメル、なんだろう、キャラメルが飲みたいのかな、今キャラメルフラペチーノが、すごいキャラメルのやつ目が飛んじゃうキャラメルクリーミーフラペチーノ、鳥取ですね。ガイナこのキャラメルクリーミーフラペチーノ、これ美味しそう。美味しそう、美味しそう山口、ごま重ねちゃる、ごま茶クリームフラペチ、あ、ごまと抹茶、美味しそう。抹茶もいいね。福島、大分と似てるね。すだち、シトラス、やっとサーフラペチーノ、徳島。大分はカボスなのね、カボスシトラス。あ、キウイ好き、愛媛すごい県、キウイフルーツフラペチーノ、美味しそう。バニラ風味のベースにキウイジャムを加え、美味しそう。ほら、キウイが入ってる、キウイ好きなの、絶対美味しいじゃん、愛媛行きたいすぐ釣られる美味しそう。でも九州もね、美味しそうなのいっぱいあるんだよね。
でさ、福岡さ、いちごかなって思ってたらさ、違うんだよね。ちょっとどこだっけ、あ、なんか出ちゃった。ちょっと待って、あれ、あー、なんかどこ行った、あったあったあった、お茶のやつなんですよ。びっくりした。いちごかなって思ってた。あまおそばまおと思ってたら違うんだって思った。沖縄ね、さっき言ったけどめっちゃ美味しそう。チンスコバニラキャラメルフラペチーノ、まあ、これもキャラメルなんだけど美味しそう。飲みたい。沖縄のやつ、大分のも絶対美味しいと思うんだよね。カボスシトラスッチャフラペチーノ、カボスシトラスッチャフラペチーノ、大分ワク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 、カボスジュースにシトラス果肉を加え、ホイップクリームと蜂蜜、蜂蜜いいね、蜂蜜いい、蜂蜜を乗せたカボスの爽やかな香りとシトラス果肉の食感、まるでカボスそのもの、初夏にぴったりのすっきりとした味わいに仕上がっています。おいしそう。つぶらなカボスみたいな感じなのかな、カボスジュースって。おいしそう、今度行こう30日からか、1週間後。バトフェス、バトフェスのイベントが終わったら行こうさあ30日ちょうど一緒の時だから、飲んだらとか SNS に載せますね。長崎もなんかいいな。カステラコーヒーバイクリームフラペチーノ、カステラ、カステラコーヒー、カステラ、うん、どういうことだ、カステラコーヒーって。ミルクとホワイトチョコレート風味のシロップをブレンドしたベースにエスプレッソローストを染み込ませたカステラを混ぜ合わせた、え、カステラを混ぜ合わせた、美味しそうだな。カステラが中に入ってる、美味しそう。これカステラ、カステラコーヒー、熊本も美味しそうだね。ザクザクビスケットバイ&チョコレートフラペチーノ、美味しそう。ザクザクビスケット、うん、阿蘇山を表現したやつだって。あ、だから、あ、このなんていうの、どれだ、この上に乗ってるやつがその阿蘇山が、噴火した阿蘇山をイメージしたみたいな感じらしい、ここの。宮崎もいそうだな。てげてげキラキラヒューガナッツフラペチーノ、美味しそう。なんかもう見た目が爽やか、虹ありがとう、美味しそう。宮崎でも行ったことないの、行ってみたい。チキン南蛮も食べたいんだよね、宮崎の。もうどこも美味しそうだね、全部飲みたいぐらい美味しそうだった。宮崎行ったらチキン南蛮が食べたいです。チキン南蛮好きなの、食べたい。宮崎のやつを食べてみたいそう、
大分のは絶対飲もう。カボス。カボスは絶対飲む。タルタル、うん、タルタルいいよね、美味しい。あのさ、どこだっけ、ポカベン、ポカベンのチキン南蛮好き。わかる、なんかタルタルソースがもう好きなんだよね、美味しい。あの甘酢のやつも美味しいけど、全部美味しいんですけど、タルタルソースがなんか他のところとちょっと違って、チキン南蛮のさ、他のお店で出てくるやつと美味しい。よくそう、チキン南蛮にしてはその深部屋行くとき、チキン南蛮かなんだっけ、野菜炒めみたいな味、あれも美味しいの。チキンの、あ、チキン生じゃない、ほかべん、チキン生でちょっと、ほかべんのチキン南蛮か野菜炒めか。でもね、のり弁も好きだよ、なんかおかかみたいなのあるじゃん、あれが美味しい。あのそう、このほかべんのやつ、それも美味しいんだよね。おかかが好きで、なんだっけ、なんかさ、なんか頼んでたんだよね、よくそのおかかのやつが好きすぎて、そののり弁じゃないんだけど、のり弁じゃなくてなんか入ってるやつ、ちょっとだけ入ってるやつをよく頼んでたのね。なんだっけな、名前忘れちゃった。調べてみてる。なんだっけ、思い出したいんだけど思い出せない。取れた。うん、どれだっけ。これかな。あ、これだ。高菜弁当、これも美味しかったんだよね。ちょっとだけね。これ、このお弁当があるじゃん。これ、ここに入ここに入ってるんだけど、そう。ね、好きだった。今も好きだけど。でも最近食べない。最近はね、チキン南蛮頼んじゃう、なんか食べたくなって、チキン南蛮食べたい時期になんか他弁行っちゃうんだよね。のり弁も美味しい。さあ、痛い。これか、肉野菜炒めか。肉野菜炒めね、めっちゃ美味しい。肉野菜炒めとハンバーグも美味しいんだけどね。チキン南蛮も好き。カペンさ、そう、なんか漬物とさ、ポテトサラダもついてるんだけど、お弁当それも美味しい。しげくん頼むのはチキン南蛮、一番頼むのは。全種類食べた？カベン？多分全種類は食べたことないですね。全種類は食べたことない。さすがに。11時になったらぷよぷよしよっかな。でもめっちゃ久しぶりにするのね。いつだっけな、前さ、ショールームでした時にやったの、やった以来。そう、だからめっちゃ久しぶりできるかな。できるかな。今日は12時切れるまでします。
ぴょこちゃんのスタンプはいつになるか。あ、ドボンね、いつだろうね。早く出るといいな。候補ね、3つぐらい出したからね。その第3候補まで出すんだけど、出してどれが選ばれたんだろうって感じ。言いたくて楽しみしてる。スイッチ？そう、でもなんか久しぶりだから、そうなんか楽しみ。あと10分後に始める。めっちゃ久しぶりにする。最近ねゲーム全然しなかったの。パズドラもしてないかも。いつか、何日か前なんて。いつかして、ショールームでしたって言ってからしてない。その後明日のお昼、明日のお昼は何食べよう、まだ決めてない。なんか何かを食べるけど、何食べようかな。今日はカレー食べた。家にカレーがあったから食べた。マリオカート、マリオカートね、マリオカートもしないな。あるかな。あれ、ポケモンだ。マリオカートなんかないな。あれ、どっか行っちゃった。弟たちが持ってるかも。閉めちゃった。弟たちが持ってますね。これはポケモン入ってる。入れ替えられてる。ポケットモンスター、ソード、わかんない今のポケモン。家だと、ね、なんか混ぜてるっぽいんだよね、甘口と中辛を。私の家はだから中間です。そう、多分ね、持っていっちゃった。弟か妹がマリオカート、ポケモンがなんか入ってたからさ、できないや今日。充電しとこうかな一応。携帯充電止まっちゃったら。モンハン、あ、なんかモンハンやったことあるな。小学生の時に、小学校3年生 2、3年生ぐらいの時に、友達がめっちゃゲーム好きで、そのモンハンが好きだったのかな。モンスターハンターをやってて、なんか一緒にするって言われて、なんかその子とめっちゃ仲良くてね、よく遊んでて、いつも DS とかで遊んでたのね、その頃。3DS、 いや DS だったけど、 DS で遊んでてポケモンとかでやってたんだけど、そう、その時はモンハンも何回か一緒にした。でもなんか覚えてないや。うん、一緒になんかしたな、何回かした。難しかった、なんか分かんなかった。友達に教えてもらいながらやってたんだけど、そうね、その子の家でゲームか、あとなんかかくれんぼしてたの、家で、家でかくれんぼしてた。うん、その時にちょっとしたぐらいかな。それ以来ほんとしてない。
モンハンね、あんな感じ、なんかね、モンハン一緒だっけな、私それすら危ういぐらい見てただけか、本当に知ってたのか、かも。家で隠れぼって隠れぼし、そうなんだよね。しかも何回かしてた、何回かしてたんだけど、よくしてたのかな、隠れんぼけどね、本当なんか隠れる場所が決まってくるからね、すごく難しかった。虫除けスプレー、虫除けスプレー、あ、ちょっと、あ、そう、なくなってる。誰か持ってった？誰かに持ってかれたかも、なくなってる。虫除けスプレーなくなってるじゃん。ボールペン落ちてる。どっか誰かどっかやったな。絶対誰かどっかにやった。まあいいや、後で。後で探そう。嘘でしょ。どっか違う部屋で使うために持って行ったのかも。家に2本あるんだけど、違うのが2つあるんですけど、絶対誰か持って行った。あとでスプレーした。でも昨日の夜はね、したの、昨日の夜したから、昨日の時点で終わった。置いたのにな、このテーブルの上に。まあいいや。無比は、無比はね、この部屋にはないけど、1階にある。前にね、無比ある。よいしょ。あれ、あった。来た。部屋に虫、部屋、あの、蚊が来るからさ、そう、刺されたら嫌だから、虫よけの蚊よけみたいなスプレーをする。無比じゃないけど、そう、あの、無比じゃないけど、名前違うけど、無比って呼んでる。もう全部一緒、山だけでは。生やされたらすぐに洗うと髪の毛が軽く、あ、そうなの、今度そうしよう。今日も刺されて、今日じゃないんですけど、何日か前に刺されて、蚊にめっちゃ痒いんですよね。しかも足首、めっちゃ痒くて、足首、足首、しかもね、足首毎回、毎回でよく刺されるんですけど、年に1回ぐらい。足首はね、すごく痒くなる、毎回ほんと痒い、今も
足首に、ね、刺されてた時腫れちゃうんですよね、足首のだけいや腕とかさ他の足ふくらはぎとかだったらあんまり腫れないんですけど、足首のはねかなりの確率でなる。足首そう刺されたこれだけ毎回なっちゃうんですよ。こう年に1回ぐらい。そうだからウェットティッシュ巻いた。OK 無比ないし今。バレーボールこないだ行ったよ。こないだ先週ぐらいかなした記憶があるんだ。先週バレーしました、ね、そう23時ぷよぷよしようかな。じゃあそろそろ始めます。久しぶりにする。いつやったっけな、全然覚えてないよ。いつしたっけショールームで。2週間ぐらい前なのかな。もう現時点での最高記録は配信で出た29人抜きと、あと連鎖だったら配信中じゃないけど9連鎖が最高かな。でも今日はまださ23時だからさ何回かできると思う。何人もなんなければ30人抜きしたとしても30分ぐらいだからし、やります。始まった。いけるかな。いやもう久しぶりすぎて。久しぶりだ。え、早いよ落ちてくるの。いや、そう連鎖ね、少しずつやっとかないといけないから今3連鎖したね。でも3連鎖でもだいぶあれだよね、落ちるよね。ぷよ結構落ちてる相手お邪魔ぷよだからきっと3連鎖くらいでちょうどいいはず。3とか4連鎖くらいきっとね。やばい真ん中が積んじゃった。真ん中24、あ、5連鎖。2連鎖。
んか相手がすごく消しそうな雰囲気がある。あ、違った、ドボン、ドボンじゃない、ドボン、バタンキューした。なぜドボンって言っちゃったんだろう。重いちょっと待って、ぷよぷよ、ちょっと待って、30人抜きしたい、ちょっと今日は。ちょっとなんか重いのが積んじゃってるぷよを消さないと。6連鎖で入って、今はね4人抜きです。やばい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 、いっぱい来ちゃった、いっぱい来ちゃった。うん、入れさ、飛ぶじゃん、これどこに置いても消えるじゃん。間違った間違ったもういいや、間違った間違った、うん、今置こうとしたところにさ今そこに置こうとしたのに、なんでお邪魔ぷよ来ちゃうの、タイミングが悪いよ。次ここに置こうと思ったらお邪魔ぷよが来た、タイミング良すぎてびっくり。うん、また来ちゃう、連鎖できたかな、3連鎖。少しずつ消さないとやばい、そろ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 やばい、そろそろ消そう。今は7人抜きです。やばい、積みすぎたかも。ここだ、うん、消えちゃうか、難しい、あ、慣れちゃった。
やばい、多分積みすぎてる多分これは積みすぎてると思うんだよね。キスネート3、4、4連鎖。連鎖した相手、あ、やばい、連鎖しそう、怖いよ、怖い怖い負けちゃう。ちょっと詰めすぎた、やばい、そろそろ消さないと。真ん中じゃないか。端っこが高いけど、相手が連鎖したら負けちゃう。やばい、燃えすぎたよかった、ちゃんとでも置こうとしたとこに置けた。どうしようかなと思いながらやってたら燃えしすぎてた。2、3、4、4連鎖。やばい、積みすぎた積みすぎたよ、これは絶対に積みすぎ。3連鎖。やばい、相手が連鎖してた。あ、よかった、私が連鎖したら回避した。危ない、やばい、真ん中詰めすぎた。真ん中めっちゃ詰んでる、やばい、消さないと。今は11人。なんでこんな真ん中高くなっちゃうんだろう。さっきさ消したはずなのに。オッケー、消えた。気づけば真ん中高くしちゃう。
しちゃってるもん、すでに。来ちゃった、ぷよか。やばい、真ん中が高いよ、真ん中が高いよ。消えると思っておいてなかったのに、なんか消えてびっくりした今びっくりした。これで終えたら消えないと思って置いたのに、なんか消しちゃってた。おかしいな。んー、ミレンさん、3名差。もうなんか久しぶりすぎて難しい。うん、難しい。2、3、4、4名差。めっちゃ今いい感じに詰めてる。いい感じじゃん。あ、消えちゃうわどうにかして消せないようにしてたのに。もう今は15人抜き。あともうちょっと30人。やばいやばいやばい、もういいよぷよ詰みすぎた。なんか学習してるはずなんだけどな、ちゃんと積んだらやばいって思ってる。だけどさ、気づいた頃にはもう遅いんだよね。やばい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 、負けちゃう。あーやばい、これあもうダメだ。あーやばい、積んだ時に限っていっぱい来ちゃった。邪魔ぷよが、あー負けちゃった。15人、20人もいけなかった。やばい、消さなきゃって思ってたら相手が連鎖したあれでも上がね全く空いてなくて、5個そのぷよの置けるマスが残ってしかなくてね。しかも自分がさ今まで積んだところをさ1個もさこう置けない状態にされてたの囲われた。うそー、せっかく着せると思ったらもちろんぷよの来る時間の方が早かった。どうしよう、まだ19分だ。もう一回しよっかなさっきのは練習ってことです。久しぶりだったから練習ってことで、ちょっともう始めた
さっきのは、そうそう、久しぶりだったから練習さっきの、そうそう、練習ね。もう次こそは、次こそはきっと30にいけるかな。うん、ちょっと頑張ろう。ああ早いよ、消すの早い。え、なんか早くない？って消すのめっちゃ消されてる。なんで？私が遅いのかな。なんかね、こんな最初からいつも消してこないのに、急になんか4連鎖かな、今ね見てなかった4連鎖だったはず。あー、あれれ、やばい、真ん中積んじゃった。4、5連鎖。あ、ダメだ、どこに置いても消える。6連鎖。うん、間違った、消えちゃう。いいや、ぷよさずっとやってたいとか思うけど、ずっとやってたらやってたら集中力が持たなくなって、だんだん勝てなくなってくるのこれみんなも一緒かな。なんかね、なんか勝ちたいからさやるんだけど、ずっとやってたらやってたら集中力が持たないんだよね。あ、間違った。いや、難しい。あ、オッケー。操作ミスっちゃうよく。
5連鎖。もう消えちゃう。2連鎖。うん。何連鎖だったっけ今。2か3。見てたのに忘れちゃった。ああ間違った。いや。意外と連鎖した今4連鎖だったかな。消えちゃうな。間違った。もういいや。間違った。置く場所間違った。もういいや。今消そうと思ってたところに文字山ぷよが来てた。気づかなかった。やばい、消さないと。文字山ぷよが邪魔で。あ、間違った間違った。置き方間違った。3、4、5連鎖。そうと思ってさ、置こうとしたら間違えて消えない置き方にしちゃった。これ一つ違いみたいな置き方にしちゃった。そうと思った。消えちゃう。今日は調子悪いのかなって。悪いかな今日。わかんない、なんか微妙なところ。なんか久しぶりだからわかんない。でもね、よくね、普通にやっててもよくミスる。あってなること多い。よくね、あ待って間違ったかもみたいなやつはよくやる。私がただ単に下手なだけかも、操作が。だからこれ珍しいことではないんだけど、別にこうなってるのは。3連鎖。
違う、四連鎖か、四連鎖だ、四連鎖。あ、やばい、真ん中高い。真ん中だ。消えちゃう、もういいや。どう回転しても消えちゃうからいいや、ダメだ。あー、まただ。2連鎖、うん、消えちゃう。今は11人抜きです。あとちょっと、あとちょっと、あとちょっとだけど難しいね。いけるかな、次は。やばい、真ん中が、真ん中が、真ん中が、あ、違ったわ。連鎖すると思って乗せたら違った。あ、でも連鎖できた。4、5連鎖かな。いや、難しい。絶対置き方間違った。もういっか。いや、後で消せば。また消えちゃう。よかった、消えなかった。2、3、3連鎖3連鎖。あ、でもなんか真ん中が高くなっちゃった。消えたかな。あ、
まだ OK、できたできた、やった。さっきね、なんか多分同じぐらい私と相手がコンピューター相手がさ同じぐらい連鎖しててなんかやばかった、危なかったけどギリギリ私のが多かったのかな、ギリギリ勝てたっぽかった。なんか画面のさ出た演出的にそんな感じだった多分。間違っちゃった、いや今は14人抜きです。さっきの記録まであとちょっと、あと1人、あ、やば、気づいたらなんか結構積んじゃってたっぽい、やばいやばい、そう、うん、あれ連鎖が、うん、消えた真ん中、よかったよかった。今は今15人、さっきと同じ。うん、ぷよぷよ急に負けちゃうからね、なんかさ強くても強い違うな、なんか全然さお邪魔ぷよが乗ってなくても自分の方自分が積みすぎて自滅しちゃう自分が積みすぎてプラス相手がお邪魔ぷよを送ってきて負けちゃう、よくそのパターンで負けるからちょっと続けしていく。今回はちゃんと消そうと思って、さっきもね、さっき全然負けそうな雰囲気はしてなかったのけど私が積みすぎたそれで相手に邪魔ぷよ送られるめっちゃたくさん来てね、負けた。真ん中やばい、真ん中やばいよ、私やばい、消さないと、真ん中があとちょっとでバスに到達するとかやった、危ない自滅しちゃうとこだった、相手全然お邪魔ぷよ送ってきてないのに勝手に自滅しちゃうとこだった、危ない。待って、やばいやばい、なんか連鎖したっぽい、あーこっちに来た、あー来ちゃった、なんか相手がたくさん連鎖して競ってたけど私の方が連鎖の数が少なくて負けちゃった。おじゃんぷよがたくさん来て、今何人だし、17、20人まで、ちょっと時間大丈夫かな、ちょっと待って、時間大丈夫だ。
30人行っても大丈夫きっと。行けば行けば行くかな30人今日。ピョピョ行ったらいいけどな。30人行くといいな。30人抜き。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待ってよ。そんな、そんな送ってこないでよ、お邪魔よ。よかった、でも、ああ、絶対今。絶対、ああ、今や。強い、この相手。いっぱいレースしてくる。あ、でもなんか勝ったっぽい勝ったっぽい。よかったよかった。びっくりした、負けるかと思った。なかった。やばい、消さなきゃ、消さなきゃ。2、3、3連鎖。消さないとやばい。ちょっと詰めすぎた。消えた消えた。おじゃんぷよが、え、これめっちゃ早い隣めっちゃ早いじゃん。ぷよ置くの、ちょっと待って、積むの早いよ。早い早い、積み急ごう、急ごう。絶対これあれだよ、さっきの、さっきのじゃない、うん、魚みたいなキャラクター絶対さっきの相手。キャラクターね、めっちゃ積むの早くて、毎回ちっちゃい連鎖をいっぱいしてくる。毎回そう。でも倒したさっき。今は20人抜きです。びっくりした、さっきの、さっきさ隣見たらね、めっちゃ早くてさ、焦った焦った。あら、うん、あ、びっくりした、なんかスクショしたかと思った。そしたら違う、マイクラが更新されてるマイクラ使わないのに、私勝手に更新されちゃった。弟のマイクラが、弟にね、前この端末貸した時に、私が友達と桃鉄したくて、弟たちの方の端末借りてね、で私はこっちの端末を貸した時に、弟がこの、その私のやつでさマイクラをしてて、だから勝手にされちゃった更新。弟のだから使わないのに
ゆえんさん。二連鎖。なんか二連鎖か三連鎖ぐらいでずっとしようかな。できればの話だけど。気づいたら積んじゃうから。色が来ない。来た来た来た。やばいやばいやばい。やばい、来たのに。やばいやばいやばい。めっちゃ連鎖するじゃん。死んじゃった。5連鎖。無理。5連鎖。5連鎖された。すごいこのキャラクター。強い。22人抜き。これこれさ、何連鎖かされて、最初の方に2連鎖ぐらいかな来て、であのぷよのさ、ここのマークあるじゃん、この溜まってますみたいな、来るもうすぐで来ますみたいな、お邪魔ぷよが来ますみたいなやつです。あ、やばい、来ると思って消そうとしたら相手が5連鎖しちゃった。勝てない、5連鎖は。5連鎖は無理だ。さっきは22人抜きでした。8人、あと8人。強かった。マイプラ、マイクラ、マインクラフトなんか更新されてたっぽい。なんかね、なんかスクショしたらさ、出るじゃん、左上に。なんか出るのね、スクショしたら。そういうのが出てて、スクショしたっけと思ったら違った。マイクラが更新されてた。無理だ、もう集中力が持たない。最新終わってもやんない。今日はもう無理、もう持たない。しまっとこ。あと10分後ぐらい。何十分後？あと7分後にランキング見ます。55分になったらランキング見ますね。もうしまった。しまっといた。それはライト、うん、スイッチライトです。もうしまっちゃったんです。ライトめっちゃついてる。ライトのターコイズ色。強かった、さっきのクマのキャラクター。最大は連鎖は9連鎖。ケース持ってる。いや、これ違いますよ。100均で買ったケース。どこでもよくって、100均で買った。持ち運んだりとかするように買った。持ち運べるように。まあでもそんなにたくさん持ち運ぶわけではないけど、持ち運ぶ時のためにメンバーとスイッチしたい時とか。そう、でも今日は22で最大5連鎖ぐらいだったかな。今
今日6連鎖もしてない気がする。 5ぐらい今日は多分覚えてないけど5ぐらいな気が。いいこと聞いた。俺を見に行ってみよう。ダイソーにある。ダイソー300円のやつダイソーの買ってくるぜひ。結構4連鎖出てた。あ、4連鎖は結構してたけど最大は5。でもね、なかなかね、思ったら4連鎖できないですね。9連鎖もほんとたまたまなんか同時に消えちゃったりするから、2箇所とか3箇所、3箇所はなかなかないから2箇所同時に消えたりとかがあるからさ、なかなか連鎖がさ、たくさんはできない。9連鎖の時は8とか9はたまたま1個ずつ消えてくれたの。だからそうできたんだけど、けどね、2箇所同時に消えちゃったりするから難しい。めっちゃキャラ増えてた。キャラ増えたのかな、わかんない。私スイッチのでしかやったことなくて、このだからわかんない。どのキャラが増えたのかわかんないんだけど、でも結構いたキャラ。私はシェゾ使ってる。でもどのキャラクターが強いとかよくわかんないんですけどわかんないけど、なんとなく可愛かったから、そのキャラクター使ってるだけ。なんとなく選んじゃった。でも多分結局は一緒だもんね、どのキャラ選んだとしても。やるの自分だから。やっぱり難しい積み方を覚えるのが一番いいです。確かに。でもなんかね、難しい積み方はもう知らないけど、普通のなんか簡単積み方しか知らないけど、それでさえできないんだけど難しくない？なんかさ、積み方、その階段積みとか知っててもさ、なんか難しい。なんかその通りにさ来ないからさ、自分がしたいように積むが落ちてこないから難しい。必殺技違う。言ってるな。必殺技の名前は違うかもだけど、その落ちるの数は一緒かなと思ってる。あ、違うのかな、わかんない。あんまり詳しくないぞこれ分かんない。あとなんか登場した時の言うセリフが違うぐらいかな、わかんない。そう、音出してしたらめっちゃね楽しいよ、相手のキャラクター。そうそう、自分がめっちゃお邪魔プーを送って相手がやられてる時とか、そう、相手のさ、こう自分のさ、この左側が自分のなんかやってる方で、右側が相手なのね、コンピューター側で、自分の方しか見てないからさ、相手がどのぐらいさやられてるかわかんないからさ、その相手の声でさ、声っていうかその言ってるセリフでさ判断するんだけどやられてる時、あ、今できたかなみたいな感じで出る。でもぷよぷよテトリスが今は人気なの。あー、そうなんだ。でもこう、私は普通のぷよぷよの方買っちゃった普
そのテトリスいらないかなと思ってない方買っちゃった。テトリスがない、そのぷよぷよ e スポーツのやつ買った。ミスが増えると呪文が長くなるのが、え、確かに確かに、なんかひたすらさんの名前がさ長くなるね。確かに4連鎖か5連鎖ぐらいからそうさあケロ喋ってくるのね、したら「なんとかソード」って言ってるシェゾ、なんとかソードみたいな、なんとかソードみたいな感じで言っちゃってる。何連鎖の時かなそれ、全然覚えてないんだけど、それよく言ってる。4連鎖ぐらいかな。55分だ、じゃあそろそろランキングを読もうかな。13位から読みます。13位いわっしょい、何かっこリム、わかんない、ごめんなさい間違ってた、ごめんなさい。アットマーク西村ミレイ、スイート7月号発売中さん、ありがとうございます。12位エクスペリエンス715715さん、ありがとうございます。11位正宗さん、ありがとうございます。10位香港の春マートマーク強化おいしさん、ありがとうございます。9位 WY アットマーク影の守護神エンジェルズおいしさん、ありがとうございます。あ、こいっちゃった。12位のこと読んでないかな。いや、13位から13位エクスペリエンス715さん、ありがとうございます。12位間違えました。12位にゃんこアットマーク明日から強化おしいさん、ありがとうございます。11位まさむねさん、ありがとうございます。10位 WY アットマーク影の守護神エンジェルゾイスさん、ありがとうございます。9位香港の春マーアットマーク強化おしいさん、ありがとうございます。8位元気さん、ありがとうございます。7位ジョークスノーさん、ありがとうございます。6位カズアットマークカボス強化茶フラペチーノさん、ありがとうございます。5位なんだっけ、これなんて読むの、なんだっけ、5位あん、こんな感じ読み方忘れて、なんだっけ教えてください。5位翔平さん、ありがとうございます。5位翔平さん、ありがとうございます、教えてくれてありがとう。4位ワッキーピーピーピョンチーアットマーク強化連単おじさん、ありがとうございます。3位ぶっちゃんアットマークさん抜き希望さん、ありがとう、あぶっちゃん、だから3位が、ぶっちゃんありがとうございます。そういうことね。2位が、部屋が夏アットマークお邪魔ぷよさん、ありがとうございます。そして1位が、ラボーノさん、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。あともうちょっとできれちゃう。バトフェス、バトフェス後半戦も頑張っていきましょう。あと少し、1週間頑張りましょう一緒に。最終結果では3位以内に入ってるように私も頑張ります。一緒に頑張ろう。最終結果でね、そう3位以内に入っておけばいいから、中間で入れてなくて、いや全然8位でもすごい上の方だしすごい嬉しいんだけど、目標は3位以内なので頑張りましょう。少しバトフェス終わったらフラペチーノのも大分のご飯戦も一緒に頑張っていきましょう。あとちょっとかな、少しで消えちゃいますね。参りましょうバトフェスみんなで。じゃあそろそろ切れちゃうので
ありがとうございました。バイバイ、おやすみなさい。バトフェイス頑張りましょう。おやすみ、またね、バイバイ、おやすみ、バイバイ。